朝奥上朝を5丁目にある小田急電鉄小田原線の駅である。駅番号は O24。現在の川崎市朝奥にある駅としては、小田急小田原線開業時から、ある一番古い駅の一つである。現在、麻生区の中心駅となっている、東隣の新百合ヶ丘駅は1974年開業であり、その他の区内の駅も、 戦後新興住宅地の開発に合わせて作られた駅ばかりなので、区内で戦前から、ある鉄道駅としては唯一である。全寺丸垣の原産地であり、柿の名産地であったことから名付けられた、柿尾村という地名から、柿尾と名付けられる。なお柿尾村自体は1939年4月に、川崎市に編入されており、地名としては現存しない。 相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。新百りがお会開業前は、島式ホーム2面4線を有していた。ホーム延伸の必要性や、隣駅である新百りがお会の開業により2面2線へ縮小された。直後に、鶴川駅にて上りた避線の運用が開始されている。改札口は東及び西にある。特急券売り場は南口にある。 改札口と古墙橋を連絡するエレベーターが設置されている。トイレは下りホームに設置されている。上りホームには改札付近にオックスショップが2018年8月23日まで出店していた。なお、2009年3月31日までは下りホームに箱根そばが出店していた。駅自体のホーム有効長は重量と長いものの、 停車する列車の多くは8両以下である。朝方と夕方以降に停車する、千代田線直通列車が10両である。2012年度の設備投資計画において、行き先案内表示機の新設が盛り込まれた。2020年度の1日平均乗降時には28,163人で、ある。小田急線、全70駅中29位。 近年の1日平均乗降人員、乗車人員の推移は、下表の通り。麻生川の桜並木南口には、商店街、麻生警察署柿尾駅前交番、川崎信用金庫柿尾支店、柿尾郵便局及び JA セレッサ川崎柿尾支店、ファミリーマート、セブンイレブン、成城、日高屋がある。商店街の東方は給料を造成した、大規模な住宅地であり、 到達するには、急な坂を経由する必要がある。また、北口には2軒のスーパーマーケット、横浜銀行かき押し店、川崎市浅尾消防署かき押出張所、ファミリーマートがある。路線バス乗り場は、南口と北口、タクシー乗り場は南口にある。駅前の道路と、駅前広場は極端に狭い。その原因は、 つくい道の旧道がそのまま駅前商店街になっているという歴史的経緯や駅開業当初の土地買収の方法などに起因しているため2011年現在再開発事業で30階建てのタワーマンションが建つ計画されている道路事情の悪さについてはマスメディアでも何度か紹介されており駅周辺では交通整理をする警備員の姿が常時見られる 駅前道路の安全性確保のため、2007年4月1日から、駅南口隣接地に、暫定のバスターミナルを設置した。これを契機に再開発事業が計画されているカキ町田線の駅前部分180メートルを、先行開発することも進められている。駅北部に、川崎市立カキオ小学校、麻生図書館カキオ文館、NTT 東日本の電話局及び、 柿尾緑りがある。川としては麻生川及び、片平川が流れている。片平川は、駅西部で麻生川に流入し、麻生川は下麻生において鶴見川に流入する。小田急線は、駅南部において麻生川を横断する。駅北部においては、小田急線は麻生川と、並行して走り、麻生川沿岸には600メートルほどにわたって、桜並木及び、 集合住宅群がある。また、駅南部には、川崎市立柿雄中学校や柿雄地区会館がある。ほか麻生川に沿って3つの病院が並んでいる。その西方には、麻生環境センターおよび緑の広場がある。主要道路は、駅西部を、小田急線と平行に走り、拡幅計画のある、津久井道、よび南部で枝分かれして、 柿を立橋となり、麻生川と平行に走る。横浜神朝沢道路である。なお、津久井道は、鶴川駅北東において鶴川街道と合流する。西部は、東京都町田市農ヶ屋に接し、南部は、道市三和町に接している。日立製作省全寺センターなどが、付近にある。当駅から、鹿児田団地巡環のバスに乗車して、事件。 ふるさと村停留所で下車、または、滋賀、大駅、東院学園方面行きのバスに乗車して、黒金町停留所で下車すると、自家ふるさと村がある。ここには、昔のこの辺りの農村の姿と民家が、保存されている。鶴川高等学校は、鶴川駅および当駅が、最寄り駅である。また、神奈川県立、阿蘇総合高等学校は当駅が、 最寄り駅であるほか、東院学園へのバスアクセスができる駅の一つである。路線バスは、小田急バス、川崎市交通局、東急バス、神奈川中央交通、神奈川中央交通東の5事業者が乗り入れている。以前は、東急東横線、綱島駅まで運行されるバス路線もあったが、東急田園都市線開業に伴い路線が分断されており、現在では、 東急線方向へは、田園都市線各駅までの運行となっている。付近の玉給料が、宅地開発される以前から運行されている、比較的長距離の路線が多い。なお、番号が付いていないバス停があるため、本校の記載は、バス停番号なしとした上で、バス停の設置位置を併記する。柿尾駅前、バスターミナルバス停留所名は、川崎市バスが、柿尾駅前、 小田急バス、東急バスが柿尾駅南口である。バス停留所名は全車共通で柿尾駅北口である。以前は北口改札口が朝のラッシュ時のみの開設だったため、北口バス乗り場へは一旦南口改札を出て、北側にある踏切を経由する必要があったが、1990年代に解消された。ありがとうございます。